第1チームのレースがスタートしてきました。4レーンは北島康介、アテネ、北京、オリンピック2冠とレジェンド、予選と世界で非常に今大会好調、素晴らしい泳ぎを追求しています。3レーンの小日向、岡崎は実力あります。そして2レーンの上石陽はロンドンの 200m 銅メダリスト、1レーンの上野正人、早稲田大学が先頭です。2番手北島康介、先頭上野正人は27秒94で折り返しています。2番手上石陽が現在3番手、ここで北島康介が上がりました。残りは25メートルです。予選のタイムは1分0秒0秒でした。これで50秒後になりました。スタジオの上野正人は2つ目になりました。残りは5メートルです。男子100メートル2人に準決勝に行きます。は立石亮が2コースター、そして5レーンの押木潤太が3着に入りました。